さあ続いての目的地は白老焼き陶芸体験。三朝に伝わる白老伝説にちなんで名付けられた白老焼き。この遠足の思い出に世界に一つしかない自分だけの器を作ろうですって。最高ですね。しかも初心者でも大丈夫って書いてありますから安心だ。僕たちが訪れたのは三朝温泉の中心街から歩いて10分ほどのところにあるふるさと健康村、その中に陶芸体験工房があります。失礼します。こんにちは。見てください。お待ちしておりました。待っててくださったんですね。待っててくれたんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はお皿とかコップとかお茶碗とかお好きなものを作っていただけます。いいな、はい、好きなものを、はい、体験の前に、はい、こちらに置いてあるものってこれ白老焼き。そうなんです、はい、白老焼き見てください。どうぞ。はい、あーなんかたくさんありますね。 ありますね。ショップであったりお茶碗であったり、いい、ね、これ少し手に取っても大丈夫ですか。どうぞ。日常でこう使いたくなるような、うん、お皿が多いですね。柔らかい色使いですし、素朴な感じ、素朴な感じですね、うん、いいですね。皆さんの日常生活に寄り添った焼き物を目指しております。じゃあ我々もこう日常生活に使えるようなものを作ることができるんですね。かわいいですね。いや楽しみですね、はい、頑張りましょう。頑張りましょう。頑張りましょう。石原さん、はい、器用ですか。完璧です。器用です。本当に。じゃあ得意。こういうと言いたいところなんですけども、はい、一回作ったことがありまして、皿の真ん中に突起物みたいなのが出てきて食べづらいんですよ。芸術だと私は思ってます。勝手に思い込んで、はい、そうですね。早速いきます、はい、まず引き手の親指を出していただいて、はい、土の真ん中に乗っけます、はいはい、でこの土のこの高さの半分のところまでまっすぐ入れてみてください。まっすぐ。あ、結構硬いですね。半分ですよ、半分、はい。今回僕はお茶を飲む湯飲みを、村尾さんは自炊した煮物を入れるお皿を作っていきます。煮物を作ってる、はい、ちょっと広げすぎですけど、まあいいでしょう。失敗しましたか。いや大丈夫ですか。まだ始まって3分とか。そうなんです。村尾さんはどうですか。意外にな、大丈夫かな。ちょっと一回直していいですか。そんな感じじゃない。すいません、性格が出ます、だいぶ。なるほど。大体分かったよね。難しい道具は使わずまるで粘土遊びのように作っていけるので小さなお子さんでも楽しく体験ができます。彼はいかがですか。あ、ギリ大丈夫です。ギリ大丈夫です。もう触らない方がいいですか。もう一回うちに寄せといてください。さっきから先生の優しい指導のもと初心者でも大丈夫ということを信じて陶芸に打ち込みます。おお、形になってきた。これから一緒に楽しく仕事をできますように、仲良くなれますように。そノーコメントやめてくれません。集中してるんです、はい、切れてる。さあ気になる僕たちの作品の出来は。おそうなんです。完成しました。いや無事出来上がりましたね。出来上がりましたね。形が綺麗になっていくのが目に見えて分かっていたので、はい、すごくやりがいがありました。綺麗綺麗。作業スタートした時は絶対これ出来上がらないと思ったんですけど、やるにつれて少しずつ感覚をつかめてきました。体験できるだけでなく家に持って帰ってこうまた食器を使った時に、あ、あの時作ったよなと。石原さんと作ったなって。そうなんです。会社で使います。いや、私は自宅で。完成した作品は後日焼き上げてお家まで届けてもらえるそうです。楽しみだね。楽しみです。